はい、おはようございます。おはようございます。9月27日のエミューです。はい、いきます。はい、羽を引っこ抜いて DNA 鑑定でオスメスが判明してから、はい、初めてのエミューの撮影ですね。 あ、そっかそっか。毎日お世話はしてますけども。あ、いるいる。そう、さっきもぐるぐる鳴いてたよ。今はボコボコ、今ポンポン、メスの方がポンポン。よかったね、お前たち。お前たちはね、最初から知ってたかもしれないけどね最初からお互いに知ってたかもしれないけど、人間側がね、知らなかったんですね。あ、でも、予想通りでよかったね。予想通り、うん、オスメスだったので晴れて二毛作ができます。二毛作。最近めっきりダチョウが卵を産まないので、これからエミューは産卵地にね、巣を作るのかな。ね、エミューの巣って後で調べてみましょうか。うん、どんなんだろう。お前たちはどんな巣を作るんだい。はい、今トモちゃんは寝そうやってくれております。ポン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 、どこどん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 きどんきほーてーおしめすそろって。あ、座るかな。あ、座らない。思わせぶりな。サクちゃんです。はい、こちらオスと判明しました。イジちゃんです。あ、イジくんです。はい、ね、だんだん秋の気候になってきて、少しずつ過ごしやすくなってきたね。よかったよかった。はい、タクちゃんポン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 。あ、座った座ったね。卵産みな。あ、座った。何やらオレンジ色の虫がそこを飛んでいてちょっと怖いんですけど、ブン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 言ってて怖いんですけど近寄れないですね。何ですかあの虫は。ハチ。あ、惜しい。もうちょっと踏んでくれそうだった。卵産みな。お、座るか。いいね、どんどんどん。逆立っていた毛が、あ、逆立った。お、いいね。始まりますよ。あ、ベターン。おい、仕事をしろ。イージ君、仕事をしなさい。よ、行った？あら、しないの。そういう気分ではない。なるほど。はい、こちら科学的にメスと証明されたタクちゃんです。おはようございます。おー、なんですか。お、やる気か。すごいね、恐竜みたいだよ本当に。お、いいね。カメラが気になる？ね、イジ君が全然来てくれないね。ね、君はどんな巣を作って、どんな卵を産むんだい？今、ダチョウ君たちが卵を産まないから君らにかかってるんだよ。え、いじめてない？何？多分いじめてないかい。いや、全然いじめてないでしょ。俺がいじめてると。いや、なんか変なこと言ってない。いじめてないよ。目を離した隙に。衝撃の悪い。前はさ、うん、ちゃんと毛づくろいしてたのにさ。あ、そう、ね、最近来ないね。なんなら、なんか、そわそわしてるね。ちょっと恥ずかしいのかい。今日は工事はないんだけど。そうね。あ、泣いた。
いつになくでかいぞ。反応した？うん。こうしてる？ねえ、かわいいね。この毛だけなんか違う。うん。そして耳付近のとこだけ綺麗にない。そして青い。うん。そう、お尻の毛がさ、今逆立ってるけどさ、歩いてるときは丸くなってるのね。ああ。座ったらピーンってなったよ。確かに。うん。さあ、卵をね。まだ早いよね。11月ぐらいじゃないですかね。寒い時に産むんだよね。うん、そうそう、11月から2月とか、すごく真冬。エミューのヒナはあれなのかな、寒さに強いのかな。あー、どうなんだろう。でも凍っちゃうよね、卵。うん、それはまずいですね。この人たちの体温が特別高いとか。なんかそう、頑張って凍んないように温めてくれるならいいけど。でも温めるのはオスの仕事なんでしょう。あ、そうそう、なんか食べずに。あ、そうそう、何も飲まず食わずで卵を抱き続けなきゃいけない。大変だね。そう、産むまでがメスの仕事。うん。産んだ後はオスの仕事。そう、イジ君の仕事。イジちゃんじゃなくなるんだよ。なくなった。イジ君になっちまったんだ。ちょっとそわそわ。うん。うん。はい、おとなしいね。ちゃんです。そうね、今日何もないのにね。最近でも続いてたからちょっと不安なのかも。今日もあるのかな的な。お昼には落ち着いてる気がするけど、小松菜とか野菜を食べに来るときはね。よく泣きますね。ふかした。あ、エンジンみたい。はい、というわけで、はい、今日のエミューでした。バイバイ。